おい、岸だ。岸だ。日本の空は大丈夫ですか俺たちの防空体制は大丈夫ですか北朝鮮に舐められてるぞ。日本人の拉致被害者をたくさん出し上がって。しかも、拉致の問題には一向に切り込まない。何やってんだよ。お前どうしちゃったんだよ。むちゃくちゃ心配だよ。お前の家族が拉致られても、 こんな感じなのか。前でちょっと記事読んでみよう。北朝鮮弾道ミサイル2発発射。日本の EEZ 以外に落下か。確認してねえのかよ。北朝鮮は20日午前、日本海に向けて超大型放射砲を2発発射したと発表した。うーん、大胆だな。朝鮮中央通信が伝えた。韓国軍や日本の防衛省は同日、北朝鮮による 短距離弾道ミサイル2発の発射を検知したと明らかにした。北朝鮮による弾道ミサイル発射は18日以来で2023年に入って3回目となる。何やってんだよ。北朝鮮。お前人ん家の庭にさ、ミサイル撃ってくんじゃねえよ。ビビるだろうが。こういうニュースがあるだけで、これ怖いんだよ。頭上から来たら、酒うがないじゃないか。何 防衛省は一発目は午前6時59分に発射され、短距離は 400km、最高高度は 100km 程度と推定した。二発目は同7時10分ごとに発射され、350km ほど飛び、最高高度は 50km ほどだった。そういうのいいからさ、拉致被害者はどうなってんだよ。拉致被害者が中腹になった挙句、ミサイルまで撃ってくるのだからどんな国だよ何。何岸田文雄首相は 午前7時4分に関係省庁に情報収集、分析に全力を挙げ、国民に迅速、的確に情報を提供する。2、航空機や船舶などの安全確認を徹底する。3、不測の事態に備え、万全の体制を取る。の3点を示した。おい、4点目は。4点目。減税だろうが。ミサイルが飛んできてすいません。減税しますって。お詫びしないと。外交が弱いからこういうことになるんだよ。岸田岸田 北朝鮮なんかにも引いてんじゃねえぞお前、おめ何やってんだよ。ビビってんじゃねえよ。ミサイル打ち返すぞ、ぐらいの声明出してみろよ。日本には隠してだけどな、2万発のミサイルがあるんだぞ。お前ちょっといい加減のとしたらぶちかますぞ、ぐらい言えないのかはったりかましてくれよ。な <laughs> 米国と韓国は18日の発射を受けて、朝鮮半島周辺で戦略爆撃機を投入して、共同訓練した。北朝鮮は米韓に対抗してミサイルを、 追加発射した可能性がある。自衛隊と米軍も19日、日本海上空で戦闘機と爆撃機が共同訓練した。もう訓練いいからさ。おいお前、まあ、いい加減にしないと。日本に隠してあるな、ミサイルを5万発あるんだぞ。お前、まあ、北朝鮮に全部ぶち込むぞ。ぐらい、口先外交をしてくれよ。ということでございました。はったり、大事です。